今回は金髪アロハのおっさんこと推しのメメについて話していくんですが、彼の裏設定ルーツを探っていくと、偶然なのかシャフトにまつわる面白い話に繋がっていったので、今回はそれについて見ていきたいと思います。まずは推しのメメの名前の由来についてなんですが、推しのの場合、このメメというのは柘植義治という漫画家のネジ式という作品から来ているそうです。柘植義治というのはだいたい70年代前後に活躍していた漫画家で、不気味な雰囲気の中で芸術的で不条理性を描くことから当時反響を呼んでいたそうなんですが、実際に代表作であるネジ式では、冒頭で主人公の男性がメメクラゲというクラゲに刺されるところから始まってまして、このメメクラゲというのが推しのメメの名前の由来になっているらしいです。ちなみに補足すると、もともとはこのメメクラゲというのは柘植義治が原稿を書いた段階ではバツバツクラゲという名前だったらしいんですけど、原稿を受け取った編集者がこのバツバツの部分をメメと勘違いして読んじゃったらしくて、結果的にバツバツクラゲからメメクラゲという誤植の形で出版されて定着してしまったという逸話があるそうです。そうなんですよ。だからたまにコメント欄とかでメメという名前はバツバツから来ているという考察があるんですが、まあ実質半分正解みたいなところはあると思います。もちろんこの名前の設定自体は原作者である西尾維新が考えたものだと思うんですが、柘植義治について追求すると、結構アニメを制作しているシャフトの方でも柘植義治に対して影響を受けている部分を確認することができるんですよ。例えばなでこスネークで戦国なでこちゃんがハンバルと一緒に荒垣ハウスにお邪魔した際に、なんか僕はちゃんと確認したぞっていうカットインが入るんですけど、まあこれが先ほども話した柘植義治のネジ式のワンシーンのパロディだったり、翼キャットの実写の方のオープニングで裸体の上から路線図が映っているシーンがあると思うんですが、これも柘植義治の柳屋主人という作品で、女性が自分の体で都内のスポットを解説するシーンと一致してたり、単純にアニメの化け物語だけでも柘植義治のパロディをいくつか確認することができます。まあ、同じシャフトの作品だと窓マギでも柘植義治をモデルにしたキャラクターがいるみたいで、マギアレコードの1話にボックスウッドという魔女が登場するんですね。このボックスウッドは一つ目のデザインをしていて、モチーフは宮沢賢治の涙ぐむ目というノートのメモ書きから来ているとされているみたいなんですが、ボックスウッドを和名に直すと西洋柘植と読むことができたり、柘植義治のネジ式で目玉が大量に出てくるシーンがあることから、柘植義治もこのボックスウッドのモチーフに使われているのではないかという話があるようです。まあ、多分メメという名前もネジ式に登場する目から取られた部分はあると思います。まあ、何よりも柘植義治の作品の一つに山椒魚という漫画があるんですが、ボックスウッドの全体像が山椒魚のような見た目をしていて、柘植義治の山椒魚と完全に一致しているんですね。まあ、西尾維新に限らずシャフトの枠組みで考えても、この柘植義治とのつながりが強いことがよくわかりますね。まあ、先ほども話したんですが、この推しのメメという名前には目との関係性が多少なりともあるんじゃないかという考え方ができて、実際にアニメの方では柘植義治とはまた違った形で推しのの名前目について取り扱った小ネタがあるんですよね。ひたぎクラブのその2でおもしかにを呼び出すために学習塾跡で簡易的な祭壇みたいなものを立てて儀式を施してたと思うんですが、あの祭壇の足元、魔法陣に注目するとなんか日本語で文字みたいなものが書かれていて、上から見ると完全に文章になってるんですよね。で、これを実際に読んでみると、ああ、目を作ったものはなんだ、寂しいところで目を作ったものがあるのだ、優しくしたり恐ろしくしたり、その目に生気を与えるものがあるのだ。まあ、これはどうやら大正時代に活躍していた千家元麻呂という人物の自分は見たという詩集に記載された目という詩の一部を引用して使われているみたいですね。まあ、実際に祭壇をよく見るとなんか所々になんか目が書き込まれていたり、まあ、多分目からかけられたアニメスタッフの遊び心なんだと思います。まあ、そんな感じでぜひ見返す際は注目して見てみてください。以上が推しのメメの名前についてのお話でした。何なんですかね、最近本編の話をすっぽかしてこんなことばっかり話してるんですけど、またなんかあったら聞いていただけると幸いですね。ありがとうございました。